五国寺は、中華人民共和国紀州省六万水市、万州市丹霞鎮の丹霞山にある仏教寺院。五国寺は、秋代の影安二年の創建で、当時は、原定宮と称した。天慶二年の陛下により消失している。天慶四年、雲南継続山の将軍の釈不満は、丹霞山に来て、元神官、丹霞寺を建立した。 数定11年に旅行彼女霞客は、釈影信の案内のもとに、現地の山川、人文、交通などの状況を考察した。真の建四46年、釈常は寺院で会を授けた。高所30年、釈光一は開け断して、電解し、仏法を発用した。高所32年、釈清徹通は遠く、北京に行き、 次期大号の祝こと吹きのために度胸し、次期大号と高所邸から大乗業、けさ、玉印、金八を受けた。五国寺と解消。民国十五年、釈良本は、中殿の池に、肝広を建設し、五階高く、南天活系の変額をかけて、翌年建設された。民国二十九年、釈治苑は平け団の、殿界。 49日間の水陸大会の前線で、高日戦没少子、釈虚具も、釈印光など13小7氏の65人の構想が参加し、五国寺建て寺以来最大の仏寺活動である。1964年、五国寺の修理中に寺が失火し、多くの文献が大火で灰になった。三門、魅力の大陽放電、大比較、玉仏殿、千字観音の 再度、勘広を、劉広志望を、長白木発の記号による、短霞山、五国寺、太陽放電の、変額太陽放電内比較観論造勘広、伊田天社館。ありがとうございます。